物理好きの皆様釣っちゃってごめんなさい。ごめんなさい。相対性理論ゲームでございます。はい、どんなゲームでしょう。すごいゲームですよ、これは。そうですよ、重々しい。相対性理論というのは各々のね、時間が加速度によって流れてるという、うん、そういうゲームでございます。時間が違うっていうね、1から100まで、うん、どっちが早く数えれるかというゲームでございます。これはすごい知的。1、2、5、6、7、8。だから一応審判が2人いるんで、いらっしゃいますんで、ちゃんと言ってないっていうのはその時点で数え直しだね。じゃあ10とか言っちゃうから10からみたいな、うん、それちゃんと言わないとダメです。そう、はい、よく聞いてます。はい、はい、でストップウォッチで測ってもらう、はい、測ってもらう。じゃあ先行、最初はグーグーちゃん、うん、はい、じゃあ先行いきます。はい、ほっよいしょ。はい、では相対性理論スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74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 
39秒81でございます。いやすごい、100を30秒台でやれるもんなんですね。知らなかったね。これはどうなんだろう。顔色どんどん変わってきましたね。よし行きましょう。はい、しますか。はい、では林康介相対性理論ゲームスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、80、81、82、83、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100。はい、では、はい、勝者を勝者、僕は39秒08だったかな、確か。はい、勝者林康介。おお、何秒？34秒24。わー、5秒差が結構僅差？わかんないけど5秒差でしたね。いやそうね、そうですか。あの呼吸の長さみたいなところは早い体力が体力が全入りました。あ、そういうのが体力勝負か。あ、そうか、そういうのでちょっとましたよ。ちょっと相対性理論で言うと、カジノさんの方が長く生きてるってことかな。カジノさんの方がどういうこと。だからなんだ、時間に進み方が早いっていうことか。早いな、そうか。以上です、ありがとうございました。